ただいまスタートしましたレースは、レースナンバー96、男子馬車付きクオドルプル、準々決勝4組、対岸より2レーン、埼玉県慶応義塾富士高校、3レーン、兵庫県洲本高校、4レーン、福井県三方高校、5レーン、山梨県富士川口湖高校、6レーン、岐阜県八百津高校、7レーン、鹿児島県鹿屋工業高校。以上、6クルーです。このレースの1位、2位が明日の準決勝に進出します。行われています。レースナンバー96の 500m 通過順位は、6レーン、5レーン、4レーン、3レーン、2レーン、7レーン、以上の模様です。全クルーがフィニッシュラインを通過いたしました。着順は4レーン、5レーン、6レーン、3レーン、2レーン、7レーン、以上の模様です。このレースの1位、2位が明日の準決勝に進出します。正確な順位および結果は記録掲示板へ貼り出しますので、ご確認ください。